ガブルは、フランス、ブルターニュ地域圏、モルビアン圏のコミューン。1750年の地図。ポール類要塞の南にある細い半島の先端が、ガブルガブルは、グロワ島の東側、ロリアン湾の入り口にある半島に位置する。もともとは、半島の先にある岩だらけの島だったが、サスによって、本土とつながった、いわゆる陸系島となっている。本土と平行な半島であり、 満潮になると、小、ガブル海という面積350ヘクタールもの、ラグーンを形成する。ラグーンでは、昔からハマグリなど海類が取られている。同じ将軍内のプルイネックへ行くには、半島に通じる道路を行く必要がある。ガブル半島は、海洋性気候や多様な海洋生物の恩恵を受ける、脆弱な海岸線を持つ。しかし、気候変動に対して特に弱い。 コミューン機の海砂採掘計画が持ち上がると、ガブル半島海岸線保護協会との戦いが始まった。メディアの報道によれば、計画は凍結されて、住民を安心させた。ブルターニュの海岸の1、5は、海面水位の上昇で発生する海水準変動、または海岸侵食にさらされている。ガブル近辺はすでに海水面の高さより、下回っており、 町は2001年の嵐、さらに2008年も甚大な被害を受けた。17世紀から18世紀にロリアン港やポール類の開発が並行して行われ戦略上の重要な土地となるまでは、町の歴史は沿岸漁業、そしてイワシ漁に代表される近海漁業とつながってきた。ガブルの子供たちが数世代にわたって遊び場としてきた紛糾ボは、 古墳の下の通路にあるドルメンである。美しい砂浜や岩の海岸があり、二つのキャンプ場がある。賃貸アパートもある。第二次世界大戦に設置された走行扉や砲床、迫撃砲や機関銃を備えた文化が未だ多く残っている。これらの文化はかつてドイツ海軍の重要な基地であったロリアン港の入り口を守るために作られていた。ありがとうございます。